私たちは世界中のどんな兵器もかなわないような力を持っています。それは皆さん一人一人の自由な意志、そして道徳的な勇気です。それは世界に敵対している者たちには持ち得ないものです。テロ行為を行い隣人を食い物にする者たちに理解させてやりましょう。アナリストの中にはアメリカはすでにソビエトと戦争状態にあると考える者もいます。私たちの中にスパイがいるのでしょうか。テヘランのアメリカ大使館でアメリカ市民52人が人質にされています。匿名の政府高官は冷戦の惨事はすぐに顕在化するだろうと主張しています。大統領、人質事件に関与した者が判明しました。アラシュカリバーとカシンとジャバリーです。ごめんよ。今こそ奴らに示してやれ、人質など無意味であると。ウズ、急ぐぞ。カシームがお待ちかねだ。はい、メイソン。バーティーグッズはトランクの中だ。奴はおそらく油断してやがる。クズにしてはただものじゃないが、奴に安全な場所はない。なあ、奴を生かしておく価値なんてあるのか？カシームは情報を持ってる。他は逃がして構わない。アパートはすぐそこだ。ドシマノトランビビナ。ニミザレスーチャロ。ハンズの時間稼ぎは15分近い。素早くカシームを捕らえるんだ。行くぞ。新年の挨拶をしてやらないと。いざ攻撃しろ。ゴーゴーゴー。
ゴー、急ぐんだ。カシーム、もう逃げ場はないぞ。話し合おう。出番だ、ウィソン。違う。な、待ってくれ。待て。俺は金を管理してるだけで、嵐がどこにいるか知らない。お前立場が分かってないんだ。お前らアメリカ人なんだろう。法律を守れ。法律など知るか。お前らは人質を取った。待て、やつはトルコだ。明日の夜ドラムソン空港で誰かと会う。俺は何も知らないんだ。やつらは暗号でやり取りしていたから。行っていいぞ。ありがとう。メソン、始末するか。お願いだ。そっちの頼みは聞いたろ。加工は出そう。目的は果たしたな。後始末はごめんだぜ。ハドソン、アラーシュはトルコのトラブゾンにいる。カシームは片付きました。アラーシュを仕留めるまでどのぐらいかかる？チームはトルコに到着しました。まもなく位置につきます。工場はすぐそこだ。クソ野郎を探しに行くぞ。事態が悪化する前に嵐を特定しろ。逃がすな。
ッドと人質を解放しておくか。人質なんてどうでもよかった。やつの計画は動き出している。今度はもう止められんぞ。誰のことだ。ペルセウスだ。ほざくな。ペルセウスは死んだ。死んだ。まったくおめでたい連中だ。ペルセウスが西側を焼き尽くす。ハドソンが知りたがる話だ。駐機場の生存者を探し、ラングレーに戻るぞ。ペルセウスってのは何者だ。1943年、マンハッタン計画の情報がロスアラモスから盗まれた。ロシアのスパイ、ペルセウスの死は。1968年、ベトナム戦争では、ペルセウスに指揮されたベトコンの兵士が、アメリカの火力支援基地から核爆弾を盗み出そうとした。そして5日前の任務中、再びペルセウスが動き出したとの情報を得た。西側への攻撃を企んでいる。ペルセウス、CIA の分析官は、自由世界にとって最大の脅威とみなしている。ハドソン君、我々は皆ペルセウスを知っている。それが虚像でしかないこともね。私が思うに奴の正体はロシアの都市伝説だ。ヘイグ長官、この件に対処する最適な人材がいます。 CIA の諜報部員ラッセル・アドラーです。ペルセウスを捕らえられる数少ない人物の一人です。アドラー君、なぜそのペルセウスを重要視する必要があるのかね。しなくても結構。ああ、だが市民が大勢死ぬだろうな。なぜそう思う。さあ、ペルセウスはこれまで何度も冷戦の流れを変えてきました。13年沈黙して動き出した。大きなことが起こる。自由世界に影響する何かな。大統領、ジェイソン・ハドソンとラッセル・アドラー。ああ、知っているよ。任務を承認したのはこの私だ。脅威は事実か。そう確信しています。ペルセウスを止められるかね。もちろん、チームの挑発も申請済みです。さあ、彼らの要求はほぼ違法です。これがマスコミに漏れでもしたら。おい、何を言ってるんだ。俺たちを誰だと。俺たちの任務は全て違法だ。ウッズ軍曹、最もらしい反証を挙げるのが我々の仕事なんだ。ある。自由世界で暮らす人々への攻撃を防がねばならないんだ。アドラー君が望むものを与えてやれ。諸君、これは重要な任務だ。我々の暮らしを巨大な悪から守ってくれ。これほど大事な務めはないし、これに勝る名誉もない。君たちの奮闘を知る者は少ないが、世界中がその恩恵を受けることになるだろう。君たちに期待している。ハドソンです。ハドソン、まだ始めていないのか。もう間もなくです。アドラーは西ベルリンに隠れ家に着く頃です。信じているのか。ブラック、私にそれを聞きますか。彼のチームはどうだ。強力ですよ。シムスやアズレイも加わるだろうし、 MI6 からヘレン・パークも引き抜くでしょう。メイソンとウッズも合流します。パークはどうだろうな。彼女は前もアドラーと組んでいた。きっと参加させますよ。それと新人がいたな。ベルですか。その話はまた今度。まだ注意が必要です。